はい、どうもタケルです。皆さん、イヤホンって何使ってますか？有線だったり Bluetooth イヤホンだったりいろいろあるんですけど、でね、もうこれは買うしかないと思ったイヤホンが届きましたので開封していきたいと思います。よし、おー、じゃじゃん、チーロさんのワイヤレスイヤホン、暖房バージョンの Bluetooth 5.1 ですね。はい、書いてある通り今回は完全ワイヤレスイヤホンです。なので両耳独立タイプのイヤホンとなってます。ほら、もう乗ってる、暖房が乗ってる。今回は暖房のデザインのワイヤレスイヤホンということで、これはもう買うしかないと思って、見てもらったらわかるんですけども、もう僕の周りね、もう暖房尽くしですよ。モバイルバッテリー全部暖房ですもうそれぐらい暖房愛がすごくてですね、まあ暖房が何ぞやって方もいると思うんで簡単に説明しておくと、四つ鳩っていう漫画がありまして、そこに登場するキャラクターになってます。発売されたことを知ってもう即購入しました。早速開封していきましょう。はい、もうまずパッケージからして可愛いですよね。もうチーロさんにはもう6年ほどお世話になっております。じゃあ開けていきましょう。パカッと開くみたいです。じゃあちょっとパカッといきましょうか。せーの、ドン。うーわ、かわいい。じゃあ開けましょうね。じゃあ出します。せーの、じょーん。もちろんね、取扱説明書も入ってますし、イヤホンを充電するためのケーブルなんですけど、 USB Type-C になってます。これ大きいですね。このポイント大きいです。未だにね、マイクロ USB を搭載しているものが多かったりもするんで、これは嬉しいポイントですね。もう一個イヤーピースもついてるんですけど、ちょっと後ほど見ましょう。本体、ちょっとごめんなさいね。暖房になるとね、興奮しちゃうんですよ。じゃあ、これ本体ちょっと見ていきましょうか。周囲全部色一緒ですね。ブラウン。ここに USB Type-C がありますね。ここにさっき見せたこの充電ケーブルを挿す感じになってます。で、パカッと開けると、はい、ここに収納するんですね。これが左右になってます。で、表面にはマイクがついてますね。そしてここにタッチコントロールパネルってのがありまして、ワンタップで再生停止、右側を2回タップで曲送り、左を2回で曲戻し、3回タップの場合は iPhone の場合 Siri が起動します。これなかなか便利かもしれませんね。ちょっと後で使ってみます。ちゃんと L と R が書かれています。まあ一見ちょっと分かりにくかったりもするんですけど、ちゃんと LR 書いてありますね。これをこうやってこの穴のところに入れて充電すると、こういった形になってます。おっと、なんかついた。88%。今のバッテリーの残量がここに表示されます。で、はい、LR 今点滅してますよね。今充電中ですという形になっております。あー、ちゃんとこれ LED の数字で表示してくれるのって結構プラスなポイントですね、これ。本体のバッテリーから、それぞれに充電をすると。そういった仕組みですね。AirPods に似てますね。で、この先についてるイヤーピースなんですけど、他のサイズもね、付属しておりまして、SSS?S3 つと SSSL という形で、SSS ってなんか初めて聞いたな。なので、これであれですね、耳が小さめの女性とか、幅広く対応していると。で、ちょっとスペック見ていきましょう。まずサイズなんですけれど、寸法 22×16×25mm ですね。まあ、数字だけじゃわかんないと思うんで、iPhone X と比較すると、ドン。こんな感じ。1、2、3。だいたい iPhone X の3分の1ぐらいかなのサイズですね。こちら、AirPods Pro よりでかいです。AirPods Pro よりでかい。分厚さも AirPods Pro よりも分厚いと。重さも約 5g ずつと。で、IPX5 なので、軽い防水ですね。耐水?耐水性能がちょっとだけあります。汗に濡れても大丈夫っていう感じですね。基本的なね、イヤホンのスペックはちゃんと書け備えております。で、連続最大10時間再生。すごいですね、10時間。で、これをケースに戻したら、最大180時間持つと。あー、すごいな。やっぱりこの完全ワイヤレスってさ、やっぱなくしやすいっていうデメリットがあるんですけど、その分ね、このケースに戻して充電するっていう、1回の充電で使える時間がものすごく長いっていうのが、利点だなと僕はいつも思っています。じゃあもう iPhone とペアリングしちゃいましょう。もう取り出すだけであれですよね。ペアリングできるんですよね。ペアリングモードいきます。いよ。おお、来た。はいや。チーロ 627L ですね。タップします。あ、コネクティッド、もうつながりました。OK。ヘッドセットがお使いの iPhone へのペアリングを求めています。
OK、ペアリング。今までさ、ワイヤレスイヤホン、普通にケーブルのあるワイヤレスイヤホンを使ってたことがあるんですけど、その場合ね、わざわざ電源ボタン長押ししたりする手間があったんですけど、それがないって、あー、便利だなぁ。もう一つだけ言っとくと、AAC と AptX に対応していますと。なので iPhone でも Android でも両方とも高音質で楽しめるっていう性能を持っています。もう僕どうしても言いたかったことがあるんで、もうそれ言いますね。さっきからあえて言わなかったんですよ。ここにね、ここ普通の USB Type A、普通の USB があるじゃないですか。だって充電ここじゃんって、なぜここに USB があるんだと。なんと、この暖房の本体、この本体がモバイルバッテリーにもなるんですよ。イヤホンとしての性能も持ってるけども、この子自体がモバイルバッテリーとしての役目も果たすっていう。もうこれを見た瞬間、もう僕は買いだと思って買いました。USB 挿して。じゃあちょっと挿してみます。よいしょ。あ、充電できた。大事なところがですね、なんと、モバイルバッテリーの容量が 2200mAh。しかも 1A ってことなので、本当にね、お出かけするときの1回分の充電。しかも 1A だから早く充電することはできないと。外出してるときに、あ、ちょっと足りないなとか、そういった用途で使うことは可能ですね。もうモバイルバッテリーとしてフルで使うっていう感じではないです。あくまでもおまけ程度っていう考え方がいいかと思います。いやでも1回分充電できるなら十分でしょうね。そして通話用のノイズキャンセリングがついています。通常音楽を聴くときのノイズキャンセリングじゃなくて通話用のね、ノイズキャンセリングがついています。はい、ちょっとね見ていきましたけども、じゃあもうちょっと使ってみて感じたことをお話ししたいので、また後日お会いしましょう。はい、暖房のイヤホン。一週間ほど使ったので、それの感想を含めてレビューしていきたいと思います。音質に関しては、人それぞれやっぱ好みが違いますし、僕もね、音楽の素人なので、あまり深いお話ができないんですけれども、今回 iPhone で試したんですけど、紹介もしましたけども、AAC というコーデックを積んでるので、もちろん音はクリアです。で、それに加えてなんですけど、全体的にちょっとあっさりしたような音かなと思いました。低音が強いとか高音が強いとかそういったこともなく、まあオールマイティかな、あまり癖がないという言い方が一番いいかもしれませんね。音質に関してはそんな感じです。じゃあここから良かったところと微妙なところっていうのをお話ししていきます。まず良かったところ、一つ目、デザインがね可愛いですよね。可愛いのですごくテンションが上がりました。もう暖房好きにはたまらないなと思いました。で、二つ目、外れにくいんですよ。これね、意外と外れにくくて、このね、これここにシリコンがついてるんですけど、これのおかげでかなり外れにくくなっています。いい感じに収まるんですよね。で、首振っても走っても全然取れなかったので、それもグッドなポイントですね。そして3つ目、モバイルバッテリーが助かる。最初の方でね紹介しましたけども、これね USB-A がついてるので、ここからスマホとかの充電ができるんですよ。結構ねバッテリーが下手ってきちゃってるんで、夜になるともうなくなっちゃってるから、結構ね助かるんですよ。だいたい10分で 4% ぐらい増えてました。本当にね、危ない時に助けてくれます。じゃあ次4つ目、遅延がほとんどない。まあこれはね、Bluetooth 5.0 を積んでるからなのかもしれませんが、YouTube を見てても全然遅延を感じませんでした。過去にね、いくつか Bluetooth イヤホンを使ってきたことがあるんですけど、その中でもダントツで、AirPods 並みに、遅延が少なかったです。もちろんその音ゲーとか本格的にもう0コンマ何秒が大事な場合には使えないのかなっていう感じもしますけども、本当にほとんど遅延がないので全然フラストレーションもたまりませんでした。で、5個目、バッテリー持ちですね。まずね、1週間この本体を充電してないです。充電してないのにほらまだ 70% ある。本当に持ちます。やっぱりこれが完全ワイヤレスの強みなんじゃないかな。やっぱりモバイルバッテリーとしての機能も使わなきゃいけないから、このケースそのもののバッテリーも多めに積んであるんじゃないかと思います。さあ、じゃあちょっと微妙なところ話していきましょう。まず1つ目、誤動作。誤動作がね、ちょっとすごいんですよ。これはちょっと僕も困りました。このね、ここの表面でタッチコントロール、ここタップすることで再生とか停止とかができる機能がついてるんですけど、耳にはめるときにちょっとでもここに触れちゃうと、あ、再生されちゃったとか、多いんですよ。はめるときは絶対に側面を持ってはめないと曲が再生されちゃうっていうのがちょっと残念ですね。あと誤動作っていう点でもう一つ言えば、はめるときは意外と反応するのに、曲送りとかしたいときにダブルタップしても再生停止の扱いになっちゃったりするんですよ。
なのでこのタッチコントロールパネルっていうのが敏感なようで敏感じゃないっていう、ちょっとイラッとする場面がありました。ちょっとこれ正直なところ残念ですね。やっぱりボタンの方がいいのかなって僕は思いました。そして2つ目、遮音性が低い。耳にはめててもね、やっぱり外の音が結構聞こえちゃうんで、電車に乗ってる時とかはね、もう他のイヤホンよりも結構音が入ってきます。まあシャットアウトしないっていう点で利点は生まれるかなと。で次、これはね僕がちゃんと見てなかったっていうのもあるんですけど、マルチペアリングに対応しておりません。ここ注意です。その例えばね、iPhone と iPad と Mac とかパソコンとか複数の端末を持ってる場合に、例えば iPhone で聞いた後に iPad で聞こうと思うと、一回 iPhone とのペアリングを解除してリセットしてからまた iPad とペアリングをしなきゃいけないっていう、ちょっとめんどくさいんですよね。ちょっと二度手間になっちゃいます。ちょっと残念ですね。まあ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 、これは僕がちゃんと読んでいなかったっていうのもありますので、本当にねスマホ1台でしか聞かないよっていう方にとっては全然問題ないと思います。はい、さてお話ししてきましたけども、全体的に見たら本当に満足してます。まあ複数端末を僕にとってはマルチペアリングが結構致命的だったんですけど、この子は iPhone だけだとか、そういった感じでちょっと割り切って使おうと思います。価格がね5500円ということで、完全ワイヤレスイヤホンの中では安い方なんじゃないかと思います。5500円ならちょっとね手が届く方も多いんじゃないでしょうか。もう今ね在庫がないくらい人気なようでして、いやすごいですね。概要欄の方に商品ページを貼っておくので、もしよければチェックしてみてください。ということで今回はチーロのワイヤレスイヤホン暖房バージョンの紹介でした。もしこの動画をいいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。ベルボタンも押してもらうと僕の最新動画の通知が届くようになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。